はい、皆さんこんにちは、柴崎です。今回もね、また超基礎編のお勉強の時間になりました。皆さんお元気ですか？日本は今夏でとっても暑いんですけども、これにね負けずに柴崎も頑張ります。さて、今回のお勉強のテーマ、それはね、バックランというテクニックです。バックランはね、今までちょっとお話ししてきたウェットイウェットの一種類だと、ウェットイウェットと同じもんだと柴崎は考えてるんですけども、ただちょっとね、やり方と結果が違うんですね。これはとってもまた面白い、テクニックですよ。ではね、早速まずね、実際ねやってみましょう。まず紙の方をちょっと見てくださいね。はい。で、バックランなんですけども、これはウェットインウェットの一種類です。ウェットインウェットというのは、濃度の、ちょっとまたやりましょうね、濃度の薄い絵の具でしたね。濃度の薄い絵の具の上に濃度の濃いめの絵の具を置くとね、こういうテクニックだったんですね。そしてこれが広がってにじんでいくのを生かす、これがウェットインウェットのテクニックでした、基本的なね。今回のバックランね、絵の具の濃度という点に着目する、それから、乾かないうちに仕事をするっていうのはね、同じなんですよ。ただね、やり方が違いまして、まずは濃度の濃いめの絵の具を先に置きます。そして次に濃度の薄い絵の具を置くっていうね、これってやり方が逆の方法なんですね。うん、これも面白いんだよね。じゃあやってみようね。まずね、じゃあ今これ筆汚れてるからね、ちょっと洗いますね。筆を洗おう。筆はこうやってコン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 って洗うんだったね。だからまず濃度の濃いめの絵の具を塗るんだよね。何を塗ろうかな。何がいいんだろう。いつもブルーになっちゃうんだけど、またブルーしようか。ね。ブルーする。別に柴崎はこれが好きなわけじゃないんだけど、わかりやすいからね。だからまず最初に、これと逆だよね。濃度の濃い絵の具を塗る。ですよ。たっぷりですね。いつもたっぷりです。もうこれが大事なんだよね。たっぷり濃いめに塗ります。筆にいっぱいつけてきて持ってくる？持ってくる。まずフラット塗りだよね。うん。で、溜まったのを溜めない。筆圧をかけないで、また絵の具だけ持ってくるんですよ。これを広げるんでしたね。よっしゃ。広がったかな？いいね。溜まったら捨てる。ここだよね。まずフラット塗りが上手にできないといけないね。さて、これからなんですよ。ね。あ、フラット塗りになったでしょ？これからなんですね。で、この上にね、これよりも濃度の薄い絵の具を乗っけるわけです。ね。一番濃度の薄い絵の具って何だろう？それは水だよね。水。だって何も入ってないんだからね。濃度薄いでしょ？水をやってみようか。まず筆を洗いますよ。コン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 。やるよ。水。水つけてきた。つけましたね。どこにやろうかな。うん。で、これね、いつやるかによってもね、結果が少し違うからね、面白いんですけど。じゃあ、そんなに、ね。じゃあ、真ん中やったらやってみる？やってみるよ。何か見えてきました？ほら。ね。うん。もうちょっと大きくやろうか。
もうちょっと大きめやる？ほら。だんだん見える。だんだん変化するね。だんだん。もっと大きくやろうか。こっちの方に大きく。どん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 広がっていくでしょ？ね。これもだんだん広がっていくかな。これがね、面白いんだよ。ほら。ね。これはとにかく、とにかく、ね。水彩でしかできないね。透明水彩でしか。これ。こういうのをね、バックランって言うんですよね。これ違うでしょ？これと。うん。これね、別名ね、カリフラワーって言うんだってけど、確かにカリフラワー似てるね。うん。これ。これがバックランです。まあ、こうなんだよね。今分かりやすくやったんですよ。だけどね、これをもっと大胆に、わーってやってもいいんだよね。うん。そうするとね、もっとね、なんか、ドラマチックで綺麗に見えるんだよね。やってみようか。ここら辺ね。何でしようかな。何でもいいんだ。とにかく、まず、濃いめに。濃いめに、濃いめに、濃いめにたっぷりとくと。うん。それを塗ると。ここだね。もっと濃いめに塗ろう。やっちゃ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 。まあ、これはパッパッパッパだね。色を塗るときはね。パッ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 パ。もうフラット塗り上手になったでしょ？皆さんね。パッ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 。ね、フラット塗り。あっという間フラット塗りができる。そしたら、筆を洗って、ノートの薄い絵の具。黄色かなんか薄く溶いてこよう。うん。ね。ほら、こんなんできる。こうやって飛ばしてもいいんだよ。とにかく、落とす。水だけ落としてもいい。うん。なんか綺麗でしょ？ほら。素敵ね。どうです。これがバックランなんですね。はもういろいろやったらいいね。もういろいろ、いろいろやってみる。なんだってやってみなきゃそうだ。こんなのじゃまずいかな。テールベース。じゃあ違うの、こっちにしよう。濃度濃いめだからね。もう柴崎はね、本当はね、もう髪の上でやっちゃうんだよ、いつもね。こうやって、広げて、濃いめに濃いめに濃いめに広げて、そして、溜まったら取るということね。もっと濃く塗るかな。濃く濃く。こうだね。OK。うん。補色対比。こんなの薄めに溶いてきて、ね。面白い？こうですね。ならもう何でもありです。ノートの薄いのを次に乗っければいいんだから。黄色でもいいし。ね。もういろいろできるでしょ？色の組み合わせでね。うん。だから、ね、タイミングを大事にしてやってみる。これこうやってね、弾いた後に、弾いたところにね、今度はね、濃いめの色をこう、こういう差し込んでもいいんですよ。こういうところに、ほら。弾いちゃえばもうそこ、ね、もうグリーンないですから。こういうところにまた入れてあげるとね、またこのピンク色がやけにまた綺麗に見えるのね、こんな風にこう入れても大丈夫です。ね、弾いちゃう。うん。弾いちゃったら平気。今度こう、黄色こう、また足してあげて、こうやって弾いてもいいですね。ほら、なんか、次々とこうやって、こうやってこうやって今度加えてね、こうやって模様みたいなの作ってもいいんだよね。楽しいんだ、これやってみると。これがバックなんです。ね。
濃度の濃いも、濃いめの色が下に来て、次濃度の薄いものを乗っける。それが下がどのくらい乾いてるか濡れてるかによって、これ濡れてる時だよね。だからこんな後、少し乾きかけてくればもっと形がはっきりします。だからもうこれいろいろ試してみるといいね。一度、何時どんなことしたらいいのかですね。試されたら面白いかと思います。はい。ほら、だん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 ね、白っぽくね、広がっていくんですよ。これ、濃度の薄いから。面白いの、これ。これ、ね、同じウェットウェットでも、ほら、こうやって白っぽくなるのと黒っぽくなるのね。これが通常のウェットウェット。これがバックランです。さあ、どうでしたか？だから、ね、水と、それから絵の具の効果なんだけども、濃度ですね。うん。濃い絵の具を後にするか、先にするかによって、ウェットユエットだったり、バックランだったりになるんだよね。これのテクニックをどう使うか、それはもちろんあなた次第です。ね。でもこれは、水彩の可能性を、ここでね、水彩とはこんなに面白い画材だぞってのはよくわかりますね。ぜひ試してみてください。さあ、ね、今回のこのバックランド勉強はね、なんか面白かったなっていう方は、評価と、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いします。今回も最後まで見てくれて本当にありがとう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。